でもっとこう火が熱くなったらそこもうちょっと柱がですね太くなります。っていうかですね、自分がそのちょっと唐津焼きにちょっと興味が出たのはですね、こうなんか湯飲みを探しに行ったんですよね。なんか自分がちょっと高校時代ちょっと祖母の家でちょっと下宿させてもらってて、で割と毎日こう日本茶を飲んでたんですけど、で帰ってきてから行った時家にある湯飲みを使ってたんですけど、なんか自分のが欲しくなってちょっと探しに行ったっていうのがこうきっかけっていうか、でなんか使っててこうちょっとこう楽しみとか出たりとかですね、なんかこういいなと思ったらちょっと高かったりして、ちょっと買えなかったりとかですね。で弟子入り自体は結構後なんですよね。それから確かあれが二十歳ぐらいだったんで、25ぐらいにちょっと入ってるんですよね、綾釜の方に。でなんかこう弟子入りの仕方も全然知らなかったので、でなんかこういろんなきっかけでこうちょっとうちなんですかね、ちょっとお弟子さん出るからどうって言われたので、でそれに飛びついてって感じで。やっぱこう、なんでしょうね、こう器を、なんですかね、物入れた時とか、あんまり主張っていうか、なんですかね、時期と置いても、やっぱこう、馴染むというか、やっぱなんかちょっとこう、ほっとさせるところがあるのかなって、ちょっと個人的に思ってます。そうですね、なんかこう、やっぱこう、ちょっと、出ていいかな。まあ、そうですね。ちょっと心に残るものを作っていきたいなって思います。